なんだここは、火の中にこんな場所が。これは植物を模した統合情報管理データベース。記憶ユニットの現象を記録し伝達している。別々とわけのわからないこと。もちろん君の情報も観測されている。よく来てくれたね。やあ、よくも来てくれたな。私たちの子君は元気だって。これでは会話にならない。では戦おう。私たちは管理人。この森の管理人。何なんだこいつら。繰り返す。
私はこんなにヤワじゃないぞ。君のコピーをいくら破壊しても無駄だよ。破壊されても崩壊し再構成するから。まだまだ楽しめるよ。いよいよ終わりだね。うるせえんだよ。バラバラに解体して潰してやる。集中しろ。魔法、人類に作られた魔法兵器。魔法の魔力を吸収し、人類の限界を超えた存在。誰なんですか、あの人たちは。犬のクソだ。
誰かが一緒に戦っていた記憶が。特殊な自傷信号を観測、彼女に得意点兆候を送り、興味深いね。本当に彼女は興味深い。失ったものはこの先にある。君が取り戻す最後の希望が。ここは敵はいないみたいですが。エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで腕が4本もあるんだ？カイネさん、そんなにいっぱいは話しきりませんよ。分かってる。心配したんだぞ。カイネさん、でもまた会えました。ああ、そうだな。カイネさん、僕何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールもか？カイネさんも？ああ、なんだか知らないが頭の中にモヤみたいなものがかかってて。僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。はい。この先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても世界にとっても。そこは様々な情報を保存している。この森の機関船、世界のすべて、君の失った記憶も存在する。記憶というより世界と言える。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記憶。これは苦しい、痛い、
なんだよ。口を閉じてろ。なんだここは。エミール、ここは君の記憶、ここは君の記録、ここは君の世界。なんだこれは。君の奥底にある甘い記憶、閉じられていた苦い記憶。魔物、ゲシュタルト化された人間の魂。これは記録によって再現されたデータ。君が殺す時と魔物が同じ。君はこの世界に残って異分子。記憶と記録の相違がエラーを起こす。お前らの話すことは訳がわからないんだよ、この腐れ。趣味なことしやがって。君は様々な声を聞いた。恐怖、憎悪、激昂、孤独、それらには意味がある。うるさい。魔物は殺す、殺すだけだ。
君の記憶の一番深い場所、君が閉じ込めていた記憶、これが君の最悪の記憶。
Thank you.
おい。おい、聞こえているか？あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。どうした？まだ思い出せぬか？思い出に浸っている暇はないぞ。あいつ取り戻す。我の魔法で奴を破壊するのだ。魔法の使い方はわかる。派手にやってやれ。やれなくてもクソッとにしてやるよ。我の力を使い魔法で叩き落とすのだ。Thank you.
仕留めるぞ。なあシロ、どうした？ありがとう。悪いものでも食べたのか。飛ばすぞクソ吹き紙。その調子だ。分かってるのか、シタビオ。お前がやろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。全部終わりにしてやる。我の魔法で奴を破壊するのだ。魔法の使い方はわかる。派手にやってやれ。言われなくてもクソッとしてやるよ。我の力を使え。魔法で叩き落とすのだ。よし、叩き込んでやれ。ぶっ潰す。しぶといやつだ。次は仕留めるぞ。なあシロ、どうした？ありがとう。悪いものでも食べたのか。飛ばすぞクソ吹き紙。その調子だ。知るか。私は
もう決めたんだ。そうか。全部終わりにしてやる。とどめだ。私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えてどういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐れた野
あとは頼んだぞ、下着女。私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だ。
みんな、いる？おるぞ。います。ああ、では、プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、本当に、ありがとうございます。ヨナ、寝てないとダメじゃないか。大きい方のお兄ちゃん。ごめんね。でも、これで本当に最後だから。そうよ。多めに見てあげて。可愛い妹の頼みだぞ、お兄ちゃん。ポポルさんにデボルさんも来ちゃったの？なんか面白そうだな、カイネ。誰？キューラン、話がややこしくなる。引っ込んでろ。このままでは長くなる。さっさと終わらせよ。ああ、終わっちゃうってなると、寂しいですね。でも、いつかは言わないと。それに、きっと、また会えるよ。本当ですか？腹が減ってきた。そろそろ終われ。では、改めて。プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、せーの。本当に、ありがとうございました。
Thank you.